ヘイギュー、クリムソン、デビル増えてきてって思います。今日はですね、シーズン恒例ではあるんだけど、シーズンの真ん中頃にやってくる大型アップデートっていうのがありまして、今日ですね、そのパッチノート公開されました。なのでみんなと内容見ていきつつですね、いい点悪い点ですね、共有できればというところで、っていうか今回かなりいい感じですなのでまさかのもうですね、エアップなんて言わせないぜ、運営神アップでみたいな感じでやっていければと思います。それでは本日目でいってみましょう。1つ目来るぞ大型アップデート、2つ目アップデート内容で、最後にですね、まあ、ただそれでも問題点という形で、まあ、解決してない問題もあるので、そこら辺も合わせて見ていきたいなというふうに思っておりますというところなんで、本日の目次のまず1つ目来るぞ大型アップデートなんだけど、今回のアップデートの日程にはなるんですけど、一応6月18日です。でこれカレンダー的な日程でいうとこのタイミングで行われるんだけど、まあ、ぶっちゃけ体感6月17かなっていうふうに考えてもらって大丈夫です。っていうのもいつもアメリカ時間で開始されるので、基本的にはまあ AM3 時とかなんですよ、6月18の、まあ、なんでまあ大体6月17の深夜かなみたいな、そんな形にはなってますねというところなので、まあ、開始というか、まあ、実は今パッチノートが今出てるだけ、情報が出てるだけで、実装が6月18になってるから、まあ、このタイミングで今日ね共有する内容が実装されるっていうところなんで、気をつけてねっていうところですね。という感じで、じゃあまあ内容ね見ていこうぜというところになるので、早速中身をね確認していきたいと思います。でまずなんだけど、基本的には今回のアップデート、まあ、ナーフというナーフがほぼないっていう形で、まあ、もしかしたらクラスによってはこれが影響があってちょっとナーフみたいな感じになってるよっていうのがあればですね、ちょっと基本的にはあのネクロマンサーメインでやってるので、ネクロマンサーは特にね、まあ、何かしらナーフとかはなかったので、まあ、教えていただければって感じなんですけど、コメント欄とかで基本的にはどういうスタンスでやってるかっていうのが最初にね書いてあって、それがですね、シーズン4の開始以来みんなの興奮に心から感謝しており、ゲームの状態に非常に満足していますと。で今回のアップデートですね、このパッチの変更は他のクラスやビルドほどパフォーマンスが良くないクラスやビルドを強化する目的としていて、さらにピット、まあ、これはあの奈落ですね、奈落の難易度をわずかに下げて、ほとんどのビルドがティア60に到達してマスターワーキング名工品生成をできるようにするっていうのを目的としています。これさ結構ピンポイントじゃない？結構ちゃんとして、まああのちゃんとしてないっていうか、ちゃんとしろっていう感じの、 あのお声も聞こえるかもしれないんだけど今までのことを考えると、これってマジですごく真っ当なことを言ってて、いやアップデートってこういうのでいいんだよみたいな感じじゃねっていうところなんで、俺的にはあこれついに分かってくれましたかという形で、幾度もねわけわからんエアップの動画を上げて炎上したディアブロ4さんなんですけど、ついにロッドが覚醒してロッドっていうのは一番偉い人なんだけど、まあ、副社長なんだけどね、あのディアブロ4で一番矢面に立ってて偉い人なんだけど、一番、まあ、彼がついに覚醒したかもしれない、ロッドすごいということで、まあ、ナーフも特になく、目的としても目立たないというかパッとしないビルドとか、時代に乗り遅れたビルドで、時代に乗り遅れたちょっと影が薄くなってユニークをバフするで、あの今までは強いのをナーフして揃えてて文句言われてたものを、強くなった分そこで目立たないのを強くして足並みを揃えるっていう、弱い部分を強くして足並みを揃えるっていう風にしたから、結構俺はいい感じだと思ってます。でまあとりあえず実際にどこがどう変わったかっていうのを、まあ、パッチノートの上から書いてある順番通りに見ていきたいなと思うんですけど、まず1つ目はですね、ポーションがなんか強くなります。ポーションの回復量が上がって、でなんとあのマックスいくと一番高いレベルのポーションになるとあの2倍になります。なのでポーションの能力がかなり上がります。で今撮影しているのはですね、パッチノートが出た15日なので、まだね昔というか弱い状態なんですけど、ここからさらに強くなるので、結構ね回復力がいい感じになって、すごく強くなるんじゃないかなというふうにね、ポーションの能力がすごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思いますね。結構全体的にシーズン4になってインフレみたいな感じになってるので、今までは一部が超強かったみたいなものが全体的に結構インフレしてるみたいな印象なのね、シーズン4は。なのでそれに合わせて の調整だとは思いますねっていうところなんで、ポーションの回復量が単純に増えるっていうのは全然いいと思います。で次はウーバーユニークですね。ウーバーユニークは例えば今だとハーレクインはまあずっと使われてるけど、ちょっとテンパリングとかの都合上ですね、普通にレジェンダリーのグレーターフィックスがついたのが
強いよねみたいなのが、まあ、結構ね出てきたりしてるんですけど、まあ、そのせいで結構ですね、まあ、なんて言うんだろうな、グレーターフィックス3つついたやつにさらにテンパリングつけたらちょっとユニークって尖ってるからなかなか難しいよねっていう感じになってて、それでちょっとねユニークの影が今シーズン薄くなってましたっていうところで、じゃあユニークを強くしようという至極真っ当な、すごくもうこれすごくいいこういう考え好きっていうところで、結構俺は今回の運営のスタンスマジですごくいいと思ってる。で、まず一つ目はアンダリエルですね。アンダリエルに関してはその毒の霧が結構強いというか、その特徴な装備というか頭の装備なんだけど、で今回これなんかね、ローグのプロの人が言ってたんだけど、ローグねこのアップデートのおかげでめちゃくちゃ強い毒ビルドができるようになったらしい。でアップデート内容に関しては毒のノバっていうのが自分を中心に今までボーンとこうなんていうの、毒の爆発みたいなやつが自分を中心にドーンってなってたのが、その敵を中心に攻撃を当てた敵を中心にドーンってなるようになったから、そこでまず拡散力が段違いになったと。でさらに言うとその毒 の, ダメージっていうのが、ノバのダメージっていうのが、爆発のダメージが 50% 増加したっていう形なんで、単純に火力も上がって、で範囲も広くなって普通に強えっていう形になったらしい。でこれのおかげでそのさっきも言ったけど、ローグのなんか毒のビルドがめっちゃ強いよねっていう話になってるらしい。でさらに言うとドゥームブリンガー片手剣ですね、影の爆発ダメージが 100% 増加というところになってるので、結構ですね火力が単純に上がってる。まあこれもですねオリジナルのなんていうの、固有の能力が強くなってるというような形にはなってますね。で次はねちょっとねコアスキル特化でちょっと使いどころがね局所的で、まあ、なかなかね使うの難しいよねっていう側面もある星なき空の指輪っていうですね、これはまあその名の通りリングで指輪なんだけど、コアスキルをメインとした形で使うね指輪なんだけど、リソースコスト減少とボーナスダメージの最大スタックが4から5に増加で、さらにこれによりリソースコスト削減とボーナスダメージの最大量が40から50%に増加という形になっているので、まあ、単純にですねこれは、まあ、ボーナスダメージとリソースコストっていうところでかなり MP 消費を抑えながらコアスキルとかをどん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 より打てるようになっていいよねっていう形で、コアスキルを使うときに、まあ、すごくいい感じに、まあ、なんか効果を発揮するという感じに、まあ、なってますね。なので、まあ、そういった意味合いで、まあ、ここら辺もなんか特徴を伸ばしてるっていう形です。でさらにティラエルですね、ティラエルに関しては弾幕のダメージが弱かったので 100% 攻撃力を上げましたみたいな感じで普通に2倍になってます攻撃力っていう感じですね。なので結構ですね普通に攻撃力とかその特性の部分、特徴ある部分をまあそのガン上げしてるっていうところになるので、結構ね面白い内容というか、まあ特徴をめちゃくちゃ伸ばして長所を伸ばしてより目立たせて、その局所的にユニークは役立つよねっていうタイミングが、まあ、そのシーズン4からはなってきたので、姿がねそこをより活かすように、まあ、やってるみたいなイメージがありますね。で次なんだけど、次はパラゴンなんだけど、非メインステータスのステータス要件がパラゴンボードごとに90から60に減少なんだけど、これはねおそらくこの例えばこの今レアノードが知力440分の297条件が満たされてませんって書いてあるじゃん。でこれ非メインステータスなんですよ、ローグにとっては。でメインステータスは何かっていうと、例えばローグだと敏捷性の攻撃力が上がるステータスで、ドルイドだったら意志力で、ソーサラーとネクロだったら知力 であとはバーバリアンは筋力がメインステータスです。で逆にそれ以外はそのクラスから言うと非メインステータスなので、バーバリアンで言うと知力は非メインステータスで、ローグなんだけど今このパラゴンボーダーローグからしても非メインステータスで、ここのレアノード の必要条件が知力440じゃん。でこれが非メインステータスの要件っていうところが引き下げられるっていう形になってます。結局パラゴンってできるだけ、例えば俺今ローグのボードだったら敏捷性を取りたい、でネクロだったら知力を取っていきたいっていう形になるから、非メインステータスって結構少なくなりがちなので、そこを前提に考えると、まあ結局足かせになっちゃうんだよね、こういうとこの条件を発動させるっていう部分が。
なのでそこを考えるとやっぱりちょっとね難しいよねっていう部分もあったりするので、まあそこでですね、ちゃんとなんていうかな、自分のビルドに合ってビルドに適合した形でより火力とかを出せるような形に持っていきたいっていう考えだと思うので、これはめちゃくちゃ合理的でめちゃくちゃ普通にいいと思います。なので俺はこのアップデートはとても、なんていうかな、有用なアップデートかなというふうには思ってますねっていうところなんで、結構ここら辺で俺はですね、やっぱりそのなんていうんだろうな、すげえ分かってる、ちゃんと分かってるアップデートしてるなっていう感じがあったので、まあ、その今までのシーズン1からの流れだとだいぶそのエアプな感じのあのアップデートとかなんかそのなんていうんですか、全然そこじゃないっていうか、あの別に違うよっていう感じの部分がアップデートされたりしてたのねなのでそういった部分を考えるととても僕はですね、今回のアップデートをそのまあもちろんね、後から言うんだけど、もちろん足りない部分もあるし、ここはまだやっぱりあの回収の余地ありだよねっていうのはあるんだけど、すげえいいスタンスというかすごいいい感じだと思う。まあもちろんさ、そのアップデート1個で全部さ問題が片付くわけないともう思ってるから、それはもちろんね、なんていうかな、そこまでなんていうかな、全知全能とか万能とかそんなね最強の神様みたいなことを別に求めてるわけじゃないから、ちゃんとそのゲームを分かってやってくれてるっていうのがマジでこれはいいアップデートだと思っているゆえんですねっていうところなので、まあ結構俺はいいと思ってる。でさらにさらにそれを加速させる、その認識を加速させたのがエンドコンテンツの奈落ですね。奈落の調整、再調整入ってます。でどういう調整かっていうと、奈落の体力とダメージレベルが、削減されました。ちょっとなんかあれなんだけど日本語が不自由なんだけど、まだ英語のやつしか出てないんで、まあ、とりあえずナーフされた、奈落の敵たちが弱くなったって話なんだけど、この調整はプレイヤーがティア60に近づくにつれて最も顕著になる。要するにこの奈落の能力の弱体化っていうのは60から61、59付近で一番強くナーフの値が高い、より多く弱体化されてるっていうのが60から60付近の話です。でこれどういうことかっていうと、より多くのプレイヤーがマスターワーキング、まあ、要するにメコヒン生成に完全に参加できるようになります。で開発者のメモっていうところがあるんだけど、どういう意図でやったか、より多くのプレイヤーがスムーズなゲーム終了時の進行体験を楽しめるようにピットを奈落を調整してますって形で、これねめちゃくちゃ良くて、結局そのなんていうかな、奈落これ問題だよねっていう動画を何回か出したんだけど、結局ねそのちゃんと階段になってないんだよね。綺麗に階段に進まなくて急に階段がどっかでグンって上がっちゃうんだよね。急に階段1段だけバコン上がって、そこからあまりに難しい感じになっちゃうので、それってちょっとそのなんていうの、動線が悪いから結局途中でエンジョイ勢やめちゃうよねっていう話もあるし、もちろんそのティア100とかでそういう話をしてるんじゃなくて、マスターワーキングっていうね、この今回の名工品生成っていう話があるじゃん、このテンパリングとかね。今回のメインのなんていうかな、シーズンのテーマっていうのがシーズンのね、鉄ローダーのストーリーが薄い代わりに、基本的には新しい新システムのマスターワーキングとかテンパリングっていうのを、まあ、やってねっていうのが大前提のシーズンのテーマで、そのシーズンのテーマのメインコンテンツである名工品生成、マスターワーキングっていうものをまともに、なんていうかな、安定した周回の前提で12段階までマスターワーキング名工品生成できないっていうのは、そこは欠陥だと俺は思ってたので、まあなんていうの、普通にベテランとかあとは強い人はじゃあまあなんかあれじゃん、 HP 上げればいいじゃんとか、まあ、もっと厳選すればいいじゃんっていう話はするんだけど、 HP が低いよとか、まあ、言う人はいるんだけど、それってその一部のヘビーユーザーの理論であって、で一番ゲームの中の人口っていうのはエンジョイ勢っていうのがどのゲームも全てのコンテンツに言えることなんだけど多いんですよ。でそこからヘビーユーザーに進化していくので、そこの一番多いロットのところで今後ヘビーユーザーになりうるというポテンシャルを秘めたユーザー層の人たちが離脱してしまうのってもったいないよねって話なんだよね。でそこに対してちゃんと階段を作ってあげて、動線を作ってあげて、いい感じに
自分が評価されていくというか、そのなんていうの、やっぱハクスラってさ何回も言ってるけど、95点を96点とか1点とか 0.5 点とかちょっとずつでも装備更新、能力アップ、ビルドアップして、でいい感じに強くなっていくのが楽しいじゃんっていうのが感じられず、アクションゲーになって、でさらにそこの、まあ、なんて言うんだろうな、動線が急にボーンって跳ね上がってしまうっていうところで良くなかったよねっていう問題をここでちゃんと理解した上で、そのアンサーをちゃんとやったっていうのがめちゃくちゃいいんだよね。なのでさっきからずっと言ってる神アップデってここの、なんていうかな、まあ、なんていうかな、コンテンツのまだ問題点があるっていうのはさっきから言ってる通りまだあるよ。なんだけど、なんでいいかっていうと、ちゃんとその考えのもと、フィードバックのもと動いてるっていうのがマジでいいと思ってて、俺ガチで今回のアップデで運営のことすげえ見直してるんだよね。まあ、なんかすげえ上の立場から言って申し訳ないんだけど、まあ、なんだけど今まで結構ひどかったから、そこを考えるとガチで今回のアップデートってすげえいいね方向になってるから、よりみんなが遊べるし、ぶっちゃけティア100以上とかなんて難しいのは当たり前だし、それはさ自分の裁量でやればいいじゃん。別に61とか2を周回すれば名鉄がいっぱい手に入るからでいいと思うんだよ。でその形がようやくできた、自分で選択してエンドコンテンツのその先に進むかっていうところを決めれるようになったんだよね。今まではその手前でなんていうかな、エンドコンテンツでさらに頑張るかって選択肢があったんだけど、基本的に動線に流れにエスカレーターに乗って登っていけば自動的に名鉄まで行き着くっていうような形にしたっていうところです。で、まあ、ただただ一個だけポイントは、まだこれアップデ前だから実際にプレイして、いや全然難易度変わってないやんけみたいな感じでなったらあれなんですけど、まあ、今でもだいぶ難易度は下がってるんで、まあ結構ね強いビルドとかメタビルド使ってればそんなに難しくはないと思うんですけどまあそれでもやっぱりさ、エンジョイ勢の間口っていうのはある程度広くしておかないといけないので、一番下のラインのベースの部分のなんていうの、装備品のマスターワーキングとかを完結させるまでの道のりっていうところは確保すべきだと俺はずっと思ってたし、ずっとそれはね前から言ってることは変わんないので、まあ、そういった中でですね、今回はやってくれてるっていうのはめちゃくちゃいい、これマジでいいから、すごくね俺はロットのことをチューしてあげたい、抱きしめておじさん同士のチュー、ちょっと需要がなかったわっていう感じなんで、まあ、そんなところになっておりますね。なので結構ね今回はそういった意味ではいい感じだなっていうところですね。であとはプラスアルファで、これはちょっとね若干曖昧な感じになっちゃうんだけど、トーメントのボスがHP 減少しました。でこれどういうことかっていうと、トーメントのウーバーリリスとか含め全部のトーメントのボスの HP が 30% 減りました。で基本的にトーメントじゃないといけないんですよ、奈落。なのでこれ要するに奈落のボスの HP 30% 下がったんじゃねみたいな。で結構ね前回の奈落のナーフ後のコメントで多かったのが、やっぱり結構 HP 多いからちょっと HP どうにか下げてくんねみたいな、結構なんか HP が高すぎてしんどいわだるいわっていう声が多かったのね。なのでここもまたピンポイントでいい感じに、そこだよねっていうかゆいとこに手が届くっていうのがなんかちゃんと発動されたのかなっていうふうに思ってるから、結構ね今回のこの奈落のいい感じの調整っていうのは、俺はねすごく奈落が完成形に来てるんじゃないのかなというふうに思います。ちゃんとエンジョイ勢でも61の名鉄のところまでたどり着けて周回できるような形になって、でそこでいい感じにハードルとしてある程度なんていうかな、さっきも言った通りエスカレーターで動線があってそのまま進めば到達するみたいな感じまで行ったんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ奈落って200階層まであるから、その上は好きにしないよじゃんその上は別にさすがに文句は言わんよって感じじゃん。まあなんかそのティア100から難しくなるんだったらさ、さすがにっていう話はしてたけど昔からね。なのでまあそのプルスウルトラは好きにすればいいと思うし、そこはもうなんかヘビーユーザーのなんていうの、量分だから俺は口は全然出すつもりもないし、まあそのエンジョイ勢の中での範疇での話だとそういう感じだから、まあそこはまあ楽しければいいんじゃない、おのおのがって感じに思ってます。おのおのが楽しくて面白いことをやればいいと、
好きだと思うね、気持ちいいと思うことをやればいいと思ってるので、そんな感じかなっていうところになってますね。であとはですね、スキルとか、まあ、各クラスについての話にはなってくるんだけど、まあ、いつも言ってる通りちょっと俺はネクロマンサー以外があんまりねわからないんですよ。でさらに言うと、まあ、ローグとか操作は多少はやってるけど、別にその理解が深いとは全く自分で思ってないので、まあ、それはね、なんかメインでやってるみんなにお任せするという形で、ぜひコメント欄でね、今回の調整見る限りこうだよとか、まあ、あとはディスコードでなんかみんなが書いてくれたの見ると、ローグとか近接がすごく強くなって攻撃力めっちゃアップするよねとか、で操作欄に関しても結構、なんていうの、ポジティブに捉えられてて、普通に単純に強くなるっていうような形で見受けられるので、まあ、やっぱり今回のなんていうかな、形としては俺は結構いい感じでバフをして、で今まで使われなかったビルド、例えば、まあ、ローグね今シーズンやってるから分かるんだけど、近接ビルドっていうのが全然使われてないのね。なのでそこを考えると、まあ、やっぱり近接ビルドっていうのをじゃあ上げようっていう話になったのは非常に合理的で、全然エアプとはかけ離れたマジで真逆、ちゃんと分かってる、プレイしてるからこそ分かってるなっていう風に思うような内容でもあるし、まあ、そこら辺でね俺はね結構ねいい感じなんじゃないかなという風に思いますね。今使ってるハートシーカーとかも結局ね遠距離でやろうねみたいな感じだから、まあ、めちゃくちゃ強いんだけどこのビルドもね、なんだけどアンダリエルを使った毒の、まあ、なんかトラップ系なのかなの分かんないけど、ビルドが今回 TIS になるぜってマックスロールのディレクターの人とか言ってるし、かなりそういった形では大きく選択肢が増えるんだよね、がすごく俺はいいと思ってる。そこら辺がめちゃくちゃいいかなっていう風な調整で感じてるんだよねっていうところなんで、俺はねそんな感じで、まあ結構このアップデートに関してはポジティブに捉えてる。であとはねネクロマンサーについてに、まあ、なってくると思うんだけど、ネクロマンサーじゃあどうなるのかっていう話にはなってくると思うんだけど、ネクロマンサーは正直調整幅は全然その高くないです。むしろ調整幅はちっちゃいと言っても過言ではありません。っていうのもミニオンビルドが強すぎた上での調整、もちろんバフだよ、アッパー調整なんだけど、アッパー調整ではあるんですけど、実際問題やっぱりなんて言うんですかね、ミニオンビルドがあまりにもメタビルドとして強いのでマイルドな調整になってますっていう感じなんで、ちょっとねネクロマンサーに変えてネクロマンサーの修正の部分をですね見ていきたいなというふうに思っております。でネクロに関してはまずポイントとしてはあれですね、死者の書の部分のこの生贄にした時、ここの生贄にした時の能力がとりあえずほぼ全部上がります全部上がります。なので生贄にした時の能力、例えば全体性が、20から25になったりっていう感じになってます。ここら辺のクリティカルヒット率が5から10%に増加とかっていう感じで、生贄にした時の能力が全部上がりますっていうね、この生贄の能力アップがまず前提としてあって、であとはパラゴンの部分でブラッド系の血のスキルとかがまああったりするっていう感じかな。あとはシャドウダメージの部分もあるかな。で墓守りとかが上がるのが俺的には熱いかなと思ってるんだけど、俺墓守り使ってたっけ、結構俺ね墓守り、あ使ってるね、墓守りが結構熱いと思ってるんだけど、墓守りがですね今ですね与えるダメージが 2% 増加なんですけど、これが 3% に増えて最大のパーセンテージが12から18に伸びますっていうのが結構強かったりするので、まあ、あとはブラッド系のね、ものもグリフやノードも伸びていくので、まあブラッド系の、スキルを使いつつミニオンたちを生贄にして生贄のパーセンテージも増えるから強くなっていいよねみたいな、そんな感じでミニオンビルドがあまりにも強くて、おそらくミニオンビルドの使用率がめちゃくちゃ群を抜いて爆裂高いので、そこでバランスを取るためにミニオンビルドを使わないイコールミニオンを生贄にした状態で、要するに闇とか地とかのスキルのところを底上げして、で生贄にした時も底上げするみたいな感じで強くしてバランスを取ろうとしているので、本当にねいいと思います、すごくいいすごくいい、これはっていう感じかな。なので本当にねネクロはこんなぐらい、
まあ、ドルイドとかめちゃくちゃブワーって書いてあったから、ドルイドとかの人は多分すごいんだと思う変化が。俺はちょっとドルイドマジでやったことないから全然わかんなくてちょっと申し訳ないんだけど、ぜひね、いろんなクラスの人ねコメントで、このクラスはこんな感じでいいよとか教えていただければ、次のねシーズンにね使うのは一応ね、新クラスが出るんで、シーズン6、シーズン5はまだちゃんと使ってない、バーバリアンとドルイド使おうかと思ってるので、ぜひ教えてください、はいっていう感じになってますね。で、あと1個だけネクロマンサーで大事なのあった、大事なのちょっと忘れてたんですけど、でこれ加護を与えし嵐の化身なんだけど、これ今さ基本ライフの 6% っていう形になってるから、まあライフが要するに基本ライフで今右の画面で 22,137 とかだけど、多分これの話だと思うんだけど、これが最大ライフっていう形になるから、例えば、そのエリクサーとかで HP を上げたり何らかの効果で HP が上がっていって、基本的にさ戦闘中とか戦闘フィールドに出ると攻撃力とかライフとかってさ結構そのスキルのバフによって変動するじゃん。でその時の変動した時の最大値で障壁をボーンストームが当たった状態だとバーってこう障壁を作り続けるってなるから、かなり障壁がバフされてて、もともとこのボーンストームで障壁を作るっていうスキルめっちゃ強いのね。でこれがかなりバフされるので、非常に俺はいいね内容だと思いますっていうところなので、そこら辺含めですね、結構ねバフはピンポイントで良かったんだけど、このバフが俺一番結構地味にいい感じなんじゃないかなっていうか、実際強いんじゃないかなっていうふうに思ってますっていう感じかなっていうところでね、もう強いって感じです、全体的に、はい言うことねえっすわって感じになっております、はいで最後にですね、バグ修正の部分をね見ていきたいと思うんですけど、バグ修正とても重要なものが2つあるので、それをね見ていきたいと思います。まず1つ目なんですけど、これですね、ちょっと今持ってないんだけど、でホーリーボルトにちょっと持ってないんで、錬金術師の作る欄から見ていこうと思うんだけど、これシーズン限定のエリクサーです。まあなんかイベントエリクサーみたいな感じで、これ敵を倒すとその敵の死体からホーリーボルトっていうその光の矢みたいなのがバッて放たれるんだけど、これミニオンが倒した敵から出るホーリーボルトがめちゃくちゃ強かったのね。でこれちょっと強すぎだよねみたいな、なんかねダメージが重なってた二重にねなってたかなんかで計算式がバグってたんですよ。でめちゃくちゃ火力高いよねって話だったんだけど、これが修正されます。でなんかね修正内容が、エリクサーっていうのが敵の HP のパーセンテージを見て、例えば敵の HP がなんか1000あったらその 10% ダメージみたいな感じで、何パーセントか知らないけどやってたらしい。なので1000の 10% は100じゃん、なので固定で100ダメージドーンみたいな感じだから強かったらしい、万人に強かったっていうのはこういうことらしい。で今後は武器ダメージのパーセンテージで与えるようになりました。だから多分自分の攻撃力、今の俺の攻撃力だと右の画面でさ39000とかじゃん、これのパーセンテージでホーリーボルトがダメージを与えるようになったので、おそらく人によってはめちゃくちゃ弱くなる可能性があるっていうところで、ちょっとこれ使ってみないと分かんないんだけど、まあミニオンから放たれるホーリーボルトが強すぎたよねっていう問題は、その根幹のシステムを変えることによって修正したらしいっていうところなんで、これに関してはねちょっと使ってみないとどうもちょっとねなんか分かんないんだけど、とりあえずそういう風になってミニオンの鬼強ホーリーボルトはもう出なくなりましたっていう感じになります。であとはペットなんだけど、これペットが実はミニオンのカウントされてたっていうバグがあって、ペットはね最近実装されたここら辺のかわいいねこういったものたちなんですけど、自動的に素材とかあとはお金をね回収っていうか回収してくれる人たちっていうか動物たち、はいって感じなんだけど、でこのペットなんだけど、このペットがですねミニオンの扱いになってて、これネクロマンサーめちゃ影響出てて、例えばスキルで言うとですね、重要パッシブじゃなくて奥義パッシブのところで孤高の誇りとかっていうのがあるんだけど、ミニオンがいない場合減少率が 6% ダメージ減少率が 6% 上がるみたいな感じっていうのがあったりして、でミニオンが1体増えるにつき 2% 低下するから、ミニオンがいなくてもペットがいれば 2% 低下するって感じになってたんですよ、ダメージ減少率がっていうのがあったから、ここら辺で結局
あの自分が考えたビルドにそう誤差が出るから、勝手にミニオン1追加されるから、なのでここがあのちゃんとミニオンとしてカウントしなくなりますっていうのがあるので、これは非常に大事なポイントなんで、あのネクロマンサーの人は特にね気をつけていただければなっていう感じです。まあ、基本的にはその18日のアップデートが来たらカウントされなくなるけど、今はカウントされるから、動画出してるの15日だから今はカウントされるから、なので気をつけてっていうところになってますっていう感じで、こんな感じがアップデート内容でしたので、結構ね良くない俺はいいと思うんだけど、良くないこれで。最後にこれを踏まえて問題点、まあ、たださっきも言った通り、まあ、問題は残ってますと。で、まあ、問題っていうか、みんなから改善が要望されている、世界中で、まあ、ちょっとこれはうんって賛否両論分かれているようなやつ、それは何かというと焼き戻しですね。焼き戻しです。テンパリングですわ。テンパリングさ、回数が上限がついてることによって、あのテンパリングがさ、結局さ、まあ、あの例えばこれだと3つのうち1個が選ばれるんだけど、確率がマジ歪んでるから、本当になんかさ、あの多分テーブル、確率ってテーブルで決めてると思うんだよね。でその同じテーブルが回り続けることが結構あったりするから、このゲーム、あの例えばデュリエルで同じ、ね、ユニーク出まくるとかあるから、なのでそこら辺を考えると、まあテーブルが結構偏ってる割には、この、焼き戻しのリロール回数がここ2とか書いてあるじゃん、ここら辺の回数っていうのがすごく少ないせいで、グレーターアフィックスが3つもついて最高の装備だぜってなったのに、焼き戻し失敗で全く使わないアフィックスがついちゃって、うわーっつって、このオプション補正微妙やわーってなって悲しい目に遭うっていうのが結構起きてる。でさ、ちょっと思ったんだけど、まあそのつけるリロールとかはさ、一応お金をかければここら辺でさ無限にできたりもするし、であとはさ、まあ、スキルとかも一応さ無限に上書きはできるから、そこを考えるとドロップ後のいろいろは、あのまあ可能であればお金かかってもいいし、あの特別な素材あっても使ってもいいから、あのリロールの部分、あの焼き戻しの再リロールの部分は回数は多分増やした方がいいんじゃないかなっていうのは思う。でまあ俺も何回もこれ食らったことあるんだけど、ただただそのグレーターフィックスついたいい装備が死ぬっていうことになるから、ただただストレスなのね。でまあロブの兄貴とか、まあ、は、まあ、とんでもないプレイ時間の上でやってたりするから、海外のガチ勢とかは、まあ、あの強いのを持ってたりするんだけど、それでも結構もうガチ勢の人にの、まあ、それでもやっぱりガチ勢の人の中にはグレーターフィックス3ついて強いから、それを優先してテンパリングが変なのついたけどもう装備し続けてるとかっていう感じの人もいるから、まあ、なかなかここはテンパリングはねちょっとしんどいかなっていうのはあるから、ここはまだ問題点としては解決されてないなというふうに思ってるので、まあ、ここはねどうにかしてほしいかなっていうのがある。でそれの延長線上でゴールドが全然足りないっていうのがあります。まあ、テンパリング、リロール、マスターワーキングで、まあすごい減るって感じっていうところなんで、1個の装備を作るのに、まあ、特性をねオプションを秘術師でまずリロールしてから始まるじゃん。でテンパリングつけてみたいな感じで、エンチャントでさ、まあ、リロールしてみたいな感じで、まあ、100万とか、まあ、全然いくじゃん普通に。なんか高ければ1000万とかいったりするじゃん、リロールで沼り続けるとっていうのもあるから、そこら辺を考えるとさらにマスターワーキングで結構お金かかるよね。じゃあ10段階目のやつか、150万とかだもんね。150万とかって感じになって、まあ200万とか100万台が後半どんどんどんって続いたりするから、そう結構数億とかあっても数千万とかあっても簡単に吹き飛ぶのね。まあ、最近はねあんま作ってないからあれだけど、装備が終着点に来てしまうともちろんお金は使わなくなるんだけど、そこまで結構長いし、例えば別のビルド、今ミニオンビルドだけどブラッドビルドやろうとか闇のシャドウビルドやろうとかいろいろあったりするから、そこでまたテンパリングで結局付け直しとかができないから、テンパリング固定だから、じゃあ別のものを作らないといけないから、別のまた厳選して、で秘術師でリロールしてオプションをね、でさらにテンパリングしてマスターワーキングしてみたいなのがあるんですよ。
で最後にスキルつけてみたいな。なのでそこまで行くのにお金マジやばいぐらい減るから、まあ、ちょっとその部分でもうちょっとお金入手しやすくしていただいた方が、そのお金がなくなると変なところで止まんのねなんかあめんどくせえなみたいな感じあるから、正直なのでできればそのね、あの奈落の攻略報酬でまあささやきの木の半分ぐらいのゴールドが宝箱から出たら幸せになるけど、どうすかダメですかねロッドさんね、ここら辺ちょっとお願いできないですかっていう感じで、ちょっとこの2点はまだ未解決と言っていいけど、今回のアップデーは俺は神アップデーだと思ってて、っていうのはさっきから言ってる通り、ちゃんとユーザーがプレイしててわーこっち微妙だなっていうのを改善しようとしてるし、このゲームシステムだとまずいなっていうところをちゃんとエンジョイ勢もピットの61、奈落の61とかを結構回りやすく安定的な周回をさせようとしている。要するにマスターワーキングまでみんなたどり着いていい感じにしようとしているっていうのとか、あとは強いのを弱くしてじゃなくて弱いのを強くして測ろうとしている調整をっていうのがすごくいいと思ってるから、俺はマジでマジと思ってめちゃくちゃ期待してるから、この感覚でそのまあ内容はさっきも言った通り問題点はまだ残ってるし、それは 100% の要望を叶えるっていうのは全然まだだよ。なんだけど今までのことを考えるとちゃんと理解してその上でやってるっていうのがマジで天と地ほどの差があるのね。ちゃんとこうだからこうだよね、今プレイしててこう思うからの上でやってるのがマジで大事だと思うから、ここをちゃんと理解してやってくれてるのマジで俺的には嬉しいから、ロットに強めのハグをちょっと一回したいなと思ってます、はい、っていうところでぜひみんなのねご意見感想とか、まあ、クラスによって印象違うかもしれん、俺はネクロの視点でしか見ないから基本は、なのでぜひねみんなの視点からもいろいろね意見をねコメントで教えてくれると嬉しいなって感じでね、今日はねこの辺にしておきたいと思います。あとはねもっとねここら辺は問題あるよねとか問題として思ってるよねっていうのがあればぜひね教えていただけると嬉しいなって感じで、今日はねそんな感じで中間のアップデートで、これねさっきも言った通り18日17の深夜かな実質に来るから、そこまではアップデートされてない状態だから、まだ言ってる内容はまだ来てないから、それだけ気をつけてねっていう感じで今日はこの辺にしていきたいと思います。それではね皆さん今日もこんな感じで動画最後まで見ていただきありがとうございました。ついでになんだけどチャンネル登録と高評価もポチッとしていただいて応援していただけると大変ありがたいので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そんな感じで今日はこの辺にしておきましょう。本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。